手荒い歓迎のことは気にしないでほしい。インスティチュートを相手にする場合、新参者が現れたら警戒するのは当然のことだ。リーダーが用心深くなってただけだ。いつかインスティチュートのおもちゃになるという心の傷を受け入れるんだ。確かに、おかげで友好的な第一印象を与えられなかった。でももう大丈夫。あなたの身元を保証した。誰も撃たれてない。俺たちをインスティチュートに売らないなら個人的な頼みだと考えるよ。ありがとう。教えてくれ、なぜ保証した？物事を知ることがこの小さな組織での俺の仕事だ。あなたの実績を見れば能力があるのは明らかだ。危険な敵、そして貴重な協力者だと思っている。なぜ信用する？そんな単純なはずがない。信用できるかわからないけど、できると信じたい。組織は危機を乗り越えたばかりだ。だから少しだけ新しいメンバーを求めているのかもしれない。全てが太陽の光とキャップの問題なら、相手を知る質問ゲームを長く続けていたはず。だが俺たちにそんな余裕はない。本当に？それだけ？どうしても諦めない。分かった。実は組織に適していると思う人間が何人かいる。あなたに興味を持ったから聞いて回ってみたんだ。準備をした。あなたが見つけなくても、こっちが代わりに見つけていたかもしれない。手間を省いてくれてありがとう。あなたをツーリストにしてくれとデズデモーナに頼まれている。場所を問わず雑用をこなしてくれるものをそう呼ぶんだ。もったいない。俺は出てきてこう言う。レールロードにはあなたが必要だ。本当に必要なのか？デズデモーナは気にしてないようだった。彼女は訓練に必要な時間と人手のことを考えてる。もしあなたがロケットランチャーが何かもわからない田舎者だったら、彼女の懸念は正しい。でもあなたみたいな人には指示を出すものと目標が必要なはずだ。話を聞かせてくれ。一人じゃできない大きな仕事がある。二人なら完璧だ。あなたが組織に協力し味方だと分からせれば、デズデモーナも迎え入れてくれる。そうなればあなたが苦境に陥った時はレールロードの仲間が助ける。仕事の内容は？今言えるのは荒っぽい危険な仕事になるということだけ。でもあなたのような人にとっては目新しくもないと思う。なら引き受けよう。完璧だ。レキシントンの外にある古びた高速道路で会おう。詳細は合流してから話す。これはこれは、ダイヤモンドシティ一の問題児じゃないか。ちゃんと監視してるからな。ああ、新人のご到着か。仲間になろうとしているんだろ。やった。
ーコン、あんたか。変装とか。これはウェイストランド人だ。これは俺のゴミ山だ。クソ野郎、下がってろ。うまいだろ。あなたのために顔は交換しなかった。危うく気づかないところだった。それが目的であり仕事だからね。レールロードは最近オールドノースチャーチしか使っていない。前の基地はスローカムズ城の下にあった。インスティチュートに見つかったけど設備は充実していた。ドーナツ店の下に基地が。言葉で聞くほど居心地は悪くなかった。まあ破壊されるまではね。何があった。本部は強固で防衛は万全だった。いや万全だと思っていた。インスティチュートの兵士にドアを破られた瞬間、基地は射撃訓練場へと変わった。生き残った者たちに物を持ち出す時間はなかった。だからその時に持ち出せなかった大切なものを手に入れる。それで近くにツーリストがいる。彼もしくは彼女が基地の情報を持っている。飛び込む前に情報を聞き出そう。ここは俺が先に行く。レールサインを探してるんだ。組織の者同士でメッセージを送るときに使う記号だ。どんなものがあるかというと、合図に合言葉、秘密の受け渡し場所、秘密の握手なんかもある。まあ握手はあまり浸透してないけど。それは外、ツーリストが残した痕跡があるはずだ。あった、レールサインだ。真ん中の矢印が方向を示してる。ツーリストは先に行ってる。このまま進もう。別のレールさん、そこにある。別のサインが近くまで来てると思う。中のプラス記号が見える。近くに仲間がいるって言った。ツーリスト。会話は任せるよ。彼が何を言ってきても店の中にあると答える。ガイガーカウンターは持ってるか。ガイガーカウンターが必要なんだ。店の中にある。彼は何者だ。本部の話だとここに来るのは一人だ。二人じゃない。すまない、俺は新入りだ。彼に教えてもらってる。わかった、ウォールが証人だ。俺は死んだと思ってたら、そろそろ本部のバカ野郎どもがここに到着する時間だった。危険なのか。引き受けたのは簡単な偵察だった。だがお前たちのスローカムズ城にはスルスル頭のクソ人造人間どもがうちゃうちゃいる。まだ正体がバレていないとしても、ここを出るときに見つかる。閉じ込められてるんだよ。正面は要塞化されている。奴らはそこら中に地雷をばらまいていた。
情報を集めてくれてありがとう。役に立つことを願おう。安全になったらすぐに俺はここを脱出する。他に必要なことがあるなら今のうちに聞いておけ。リッキーは暗闇に差す一筋の光だ。彼は本当のことを言ってると思う。そういえばなぜリッキーに嘘をついた。俺の仕事は諜報活動だ。素性を知られない方が仕事がやりやすい。だから嘘をついた。あなたがおしゃべりを担当して俺が客観的立場から見る。チームプレーだ。嘘をつくタイプには見えない。俺もそう思う。この世界で何より大切なのは自分の直感を信じること。彼の言葉を信じるとすると、正面には地雷、人造人間、おそらく他の楽しいサプライズも待ち構えている。それなら避難用トンネルを通ろう。ドーナツ店に避難用のトンネルが？避難用トンネルはみんな持ってるだろう。真面目な話、トンネルがあってよかった。あれがなかったらレールロードは全滅していた。正面を突破するよりトンネルの方が楽だ。楽だけど簡単ではない。そこまで先導を頼む。援護は任せて。裏口の方が安全だけど、第一世代と第二世代に気をつけて。それじゃあここに来た理由を話す。仲間のドクター・キャリントンが開発したプロトタイプを回収する。第一世代と第二世代とは？初期に作られた人造人間は本物の人間には程遠いものだった。インスティチュートは徐々に進化させなければならなかった。第一世代と第二世代は進化の途中で作られた不眠師だ。レールロードは彼らを救うための組織というわけじゃない。何を基準に分けられている？解放したいのは第三世代だ。人間にそっくりの人造人間たち。グローリーのようなレールロードにいる人造人間の何人かは初期型も救うべきだと考えている。第一世代は基本的にはプロテクトロンと同じだ。そうすると方針に混乱が生じる。AI の権利は守るのか、ターミナルは、タレットは。この話題が出るたびにみんなが白熱し、全ての古臭い議論が燃え上がる。解決策としてグローリーと他の何人かはこういうミッションには参加しない。ドクター・キャリントンとは誰だ？全てが順調にいけばすぐに会える。準備はできてる。まずはセキュリティロックダウンを無効にしよう。セキュリティが良すぎる。とりあえずターミナルは使える。パスワードを入力してみる。ダメだ。そんな嘘だろ。一つ抜けてた。慎重にやらないからだ。プロトタイプはさらに奥にある。誰かがここにいる。こちらが持っている方がいい。危険と。あのレールサインの真ん中に箱がある。近くに貯蔵庫があるって言った。メイベンは何かを隠したみたいだ。ああ、なるほど。周りを調べてみる。
何でも屋は防衛装置をさらわせた。交差を止めることはできなかったが、何人かの人を救ってきました。交差を見たことはないと思うけど、インスティチュートの他人を不幸にする技術の最たるものだ。最新のインスティチュートセンサーを装備しています。もしいたら逃げるんだ。必ず見つけ出します。仲間の人造人間の破壊を確認。訪問者には興味がないらしい。ここにも使えるターミナルがある。この先の防衛装置を作動させる時間がなかった。電源を入れればちょっとしたサプライズを仕掛けられる。敵のセンサー読み取りを検知。オフライン。興味深い。こんにちは。さようなら。見せつけてやったと思う。センサーの過剰反応。それだけのようだ。さよなら第一世代。驚きの事実だ。すべてのスロー貨物場の地下に巨大なトンネル施設があるわけじゃなかった。 DIA の秘密研究所に入り、方針を心配しなかったことに興味を持った。スイッチボードと呼ばれている。プロトタイプは施設の中心部に保管されている。逃げるとは賢かったな。最後。やった。
やってやったんだ。自分の分だってやっとなのに。敵のセンサー読み取りを起動を検知。興味深い。先生したわ。センサーの補正が必要だ。やった。誰かいるのか？おう。踊りに行くから、付き合わないか？これで終わりだ。再生ボタンはどこに？みんなはどこに？キャリントン、サンリー、ティーラス、アイグロティ、スプレマ、レックス。いや、計5万。トミー・ウィスパーズは脱出できなかったのか。秘密を守りながら死んだ。見てみよう。よし。トミーは自分のハンドキャノンを渡したみたいだ。大きさで威力を判断しないで。この銃の何が特別なんだ？何でも屋のトムが修理した。彼には後で会える。旧世界の最先端技術だ。強力で何より音が静かなんだ。他では絶対に手に入らない武器だ。キャリントンプロトタイプを手に入れよう。それをデズデモーナに届ければ、彼女は組織への加入を認めざるを得ない。いいね。廊下の突き当たりにエレベーターがある。地雷原のこっち側でツルツル頭と戦う方がずっと楽なはずだ。入った。これどれだけまだ動くと思う？何かできることはある？言ってくれればいいから。敵のセンサー、こんにちは。
エレベーターの電源を入れて。現地、興味深い。他に時間つぶしはあるだろう。仲間の人造人間の。新入りは俺の手当てをし、肩に担いで施設の出口までの道を切り開いた。そこら中に人造人間がいた。ずっと担いでいたの？驚いただろう。確かにそうだけど、ディーコンの話では一人でキャリントンプロトタイプを手に入れ、地雷原を無効化し100体の第一世代を破壊した。本当の話なの？全て本当で、それ以上のこともした。100体か、すごい、信じられない。ほらね、言った通りだろう。プロトタイプを手に入れるにはグローリーを含めたチームをディーコンがまとめる必要があると思ってたわ。でもそうじゃなく、たった2人でスイッチボード全体を一掃した。彼は組織に必要な人間だ、デズネモーナ。ディーコンに認められたようね。彼がここまで誰かのために好意的な話をしたり嘘をついたのは初めてよ。レールロードへようこそ、エージェント。一員になれて嬉しい。仲間として迎えることができて幸運よ。組織に加わったら呼び名を決める必要がある。身元を隠すことで命を守る、そのためのコードネームよ。名前は何にする？何か提案は？ない。他人が決めることじゃない。自分の人生と名前を自分で決めて。もっと考えたい。大事なことよ、ゆっくり考えればいい。フィクサーがいい。似合っていると思う。最初の正式な指令はドクター・キャリントンにプロトタイプを届けて、
役に立つかどうか確認すること。でもその前に他のメンバーに紹介するわ。本部の位置情報は最も厳重に守られている秘密の一つよ。だから出入りするときは気をつけて。誰かに見られているかもしれない。